よろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございます。さあ、ユナテレ今日も生配信、 NCV の福島センターから生配信でお送りしていきます。今日も忙しい中、たくさんの方にお集まりいただきました。そして生配信をご覧いただいている皆さん、ありがとうございます。今日も1時間近くお付き合いいただければと思います。そしてその前に、西日本を中心にですね、平成30年7月豪雨でお亡くなりになられた方にまずはご冥福をお祈りいたします。そして被害に遭われたすべての皆様にお見舞い申し上げます。福島ユナイテッド FC も今度の7月16日の月曜日、ホームゲーム会津で開催となりますが、そこで何かしら僕らにできることというのをアクションしていきたいと思いますので、皆さん一緒に頑張りましょう。さあ、ということでこの番組はここで発信したことがすべて現実になる、すべてではないんですが現実になるテレビです、ユナテレ。今日はキャプテンの石堂和人選手に登場していただきますので、1時間近くですが、そしてハッシュタグユナテレで今日はたっぷりですね、チームのこと、あとはまあチーム以外のことなども話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それでは早速石堂さんに登場していただきましょう。よろしくお願いします。2回目ですよ。やってまいりました。まずは日曜日のエフトアンダー23勝利やりました。やったー、お待たせしました。あっと、ね、2ヶ月ぶり、はい、ね、いろいろありましたよ。長かったですね。天皇杯とかありましたよ。忘れましょう。やっと勝てました、はい。6試合連続の引き分け、引き分け、これはもう石堂選手のプロフィールはもういいですよね、皆さんね、これでやりましたからね。過去の動画を見ていただければと思いますが、チーム状況としてはどんな感じだったの？そうですね、まあ本当に雰囲気もよく、まあ、負けてないですし、うん、まあ、その辺は問題なかったんですけど、どうしてもやっぱ試合になると、まあ、終盤に追いつかれて引き分けというところが多くて、まあ、その意識っていうのは選手の中でちょっと芽生え始めてちゃってて、あ、またかっていう感じの雰囲気はあったんで、まあこの間の FC 東京戦も危なかったですけど、危なかったね。まあみんな気持ち入ってたし、うん、特に堀田なんかは本当に試合終わって、まあ、泣き崩れてましたし、まあ、そんな堀田氏 PK っていう、そうですね、ちょっとあの時間帯の PK ってあったけど、うん、まあ、でもね、スーパープレーもね、連発してたし、スーパーセーブもね、はい、いや、堀田もそうだし、あと武もね、そうですね、試合を重ねるごとに成長していってるよね。いや、勝ちました。勝った後、チームはどうだったんですか？いや、もうやっぱり最高ですよね。ロッカールも最高ですし、まあでもやっぱり今年の強みっていうのはやっぱり勝って終わって、うん、その日だけ喜んで、本当に次に切り替えられる選手っていうのがすごく多くなったんで、うん、まあ、一喜一憂せずに、本当に次またホームですし、うん、勝たなきゃいけないっていう意識が本当にみんなの中で芽生えてるんで、まあ本当に強いチームになってるんじゃないかなと思います。感じてます、はい、キャプテンとしても、はい、でちょっと前に、その東京の試合の前になるんだけど、長野戦アウェーで、はい、あれもね、追いつかれちゃったっていう ね、ドローンになりましたけど、その試合後、ゴール裏のサポーターさんたちのところで医師がなんかこう話しましたよね。そうですね、まあ、僕もちょっと興奮してたっていうのもあったし、うん、本当に毎試合毎試合アウェーね、来てくれてるサポーターの皆さんに本当に申し訳ないなっていう気持ちもあったんで、やっぱりここはやっぱ一つになる時かなっていうのが勝手に自分の中であったんで、まあ、サポーターの皆さんには本当にいつも感謝してますっていうことと、まだまだ選手は諦めてないんで、うん、まあそれについてきてほしい、一緒に戦ってほしいっていうのは伝えなきゃいけないなっていう時期かなと思って、まあ喋らせていただきました。あの時あれですよ、なんかこうわらじの弾幕っていうか、あれがね出て、これ一瞬何かなみたいな、なんか出始めの時、あれバナナ的な何かが出てくるのかなわらじあれなんか福島オリジナルでいいっすね、あのアイディア、なんか素晴らしかったなと思いますけどね。でむしろ福島のサポーターっていうより、
長野のサポーターさんがなんか安堵してた感じの方があったよね。長野もそんなにあの時は調子が良くなかったみたいで、はい、まあ、その後5対0ですか、なんかうちがまた勢いがこう、ちょっとうちとドローになったとこ全部勢いがなんかあるんですけども、まあ夏、まあ、間もなく前半戦が終了ということで、はい、前半戦は次の7月16日で、一旦その後あるのかな、アウェーがあって、8月はお休み、うん、どんな感じなんですか8月スケジュール、1ヶ月休みとかじゃないでしょ。いや、ドラにそれは聞いてください、詳しいことは僕から、チームとしたら、いや、ユナテレはね8月なんかやろうっていうのはちょっと、今考えてるんですけど、あ、わらじ祭りはまた出るんじゃないですか、やっぱあチーム全員でね、はい、わらじ踊りをして、して今年はもっとサポーターの皆さんとね一体感を持って踊れればなと思ってますんで、そうです、ぜひご参加いただければと思います、混じりながら、はい、8月4、5と2日間ありまして、ユナイテッドが出るの、3、4ですこれね、僕ね、わらじ祭り実行委員会なんですごい怒られます3、4だって、で、金、土です、土曜日かな、うちが出るのと思います、多分ね、土曜日の方に出ますんで、ぜひ一緒に、わらじ踊り踊っていただければなと思います。いやでも石戸さん、石戸さんの点数っていうのはゼロですよ、うん、そうですね、まあそこは触れないでおいてください、まあ、まだまだ貯めてるかも、まあまあね、これからね、はい、いろいろありますよ、もうちょっと夏場コンディションが落ちて、まあ、6月くらいちょっと落ちた時期もあって、はい、シーズン長いんで、これからね、かなり期待してますけど、はい、頑張ります。でもどうですか、改めて、まあ、前回出てもらった時とは、うん、またね、そのドローンもあったから、はい、で、いろいろ変わってきたと思うんだけど、ちょっと聞きたいのは、めちゃめちゃ体でかくなってる選手ね、でもみんなでかくなってる、もう僕もでかくなってるし、うん、誰だろう、なんか純也とか、あ、やばいね、あと翔平もやばいし、あと若さも、うん、若はもう元から、でもね、またよりなんかユニフォームビッチビチになってる気がして、この間ね、長野でたまたま僕若さファミリーとお話をする機会があって、で、お母さんが言ってたのは、いやなんか翔平なんか F 棟で仲良かったのに全然触れてくれないっていう話から始まり、あんなに体大きくなってるんだって言って妹も驚くぐらい、そう、でも本当みんなでかくなってると思う、なんなのあれは、まあやっぱ筋トレ ねその成果が、うん、だと思います、いやみんな一種もでかくなってるの、うん、かなり体重も増えましたしね、去年よりも4キロぐらい増えて、そう、どうなの、その増えるとさ、重いと思ってたんですよ、うん、最初はね、増やした分だけ重くなんじゃないかと、うん、全然調子、うん、一番切れてんじゃないかなっていうぐらい、ここ何年かで、あれだもんね、いつもね、アップの時でね、うん、ターさんにかなりアピールしてね、そうそうそう、いつでもできるんですけど、いつもベンチの前走ってやろうかと思ってさすがにそこまではキャプテンだからそうそうそう、タケみたいな選手を抑えなきゃいけないから、でもあれがあったからタケもね、いや嬉しいよね、ああいうね、まあ溜まってる選手もまだいっぱいいるんで、まあ浩太も帰ってきて、で、もぎちゃんだってさ、やっぱり悔しいでしょ、遠征にね、ベンチメンバーに入ってないとかいうのね、あいつもね、今年ね、やる気だからね、あ、そう、もぎも本当にあ、すっげー変わったな、最初は多分、うん、まあ福島でサッカーやればいいかみたいな感覚で神戸から来たばっかりの頃ね、このやろうと思ってたんだけど、もう今年はね、本当にね、あーチームのためにみたいな、本当に戦ってるから、あとはあれも大きいんじゃないの、その彼のね、国家試験終わったと、すっきりして、もうすっきりして終わったと、でより集中できるっていうのはね、本人はそこまで考えてないかもしれないけどね、いやだからまだいろんな、そしてサンちゃんもいるし、そうですね、大変だね今ね、競争がね、うん、だから強いには強い、まあ強いっていうか、うん、まあ、上位ね、うん、じゃあ浮かれてる選手もなく、いないいない、一人も、もう多分出てる選手もやっぱり危機感っていうのを常に持って、うん、
るんじゃないかなと思うし、うん、いや我々ですよサポーターがね、この時期にこの今順位的には4位ですか、4位今あのドラとちょっと目を合わせました。多分彼分かってないですね。分かってないですか、4位、うん、これはだから今まではねないですか、今までの去年までのチームだったらちょっとこの調子が良くないかなっていう時順位もね下がっちゃってたけど、うん、今年はねしっかりキープしててね、まあまあ周りが混戦っていうのもあるけど、うん、まあ一つ負けてしまえばすぐ順位は下がってしまうんですけど、まあ、そっちは考えないようにして、うん、勝ったらいかに上に行けるかっていうことを考えて、うん、やっぱそのドローっていうのがねやっぱ大きかったっていうのはね、うん、勝ち点1を取ってたっていうのも大きいってことだよね、まあ、そこはプラスに捉えて、そして、まあ、沼津戦ですよ、会津相性いいんだよね、相性いいっすよ、どうすか、いやもう、まあ、上位のねチームですけど、うん、叩けば順位も変わるし、うん、まあ、すごく大事な一戦だなと選手たちも感じてると思うんで、はい、まあ、僕もそうですけど、まあ、何としてでも勝ちたいなと。お、最近してフリーキックをさ、うん、蹴らないじゃない、やっぱタクトなの、俺この間ね、俺蹴るのかなと思った、あれ、ペナルティーエリアの外、ちょうど交代直後かな、交代前じゃない、え、交代なんじゃん、直後、うん、あれ交代の前でしたっけ、いや、わかんない。結構ね、試合入っちゃうとね、もう結構記憶ないことが多くて、この間タクトとも話してたんだけど、もう最近記憶ないんだよねって、おじさんだからじゃないですか。でもタクトもないって言うから、たまにタクトもなくなるって言ってるから、みんなじゃあもう、でも興奮 してるっていうか、うん、特にこの間のあのもう防戦一方だった10分間、うん、もうあれはね、でもね耐えれるようになったよね、だから今年はあそこでそう、ね、うん、バンバンバンって失点しなくなったっていうところがやっぱり、あれさ、サッカーは全般に言えることなんだけど、ユナイテッドだけじゃなくて、うん、なんでリードしてる方って最後受け身なの。あれサッカー選手としてどうなの、あれはどんな感じなの、まあ、攻めたい、やっぱりもちろん途中から出た選手は特にだけど、うん、攻めたいけどやっぱり勝ちたいから、うん、なんなんだろうね、点決めれば勝てんだけどって思う人もやっぱりいっぱいいる。それまではさ、うまく繋いでんのにさ、うんうんうん、で、ボールキープもできてるじゃない、うん、急にあの試合終了の、ね、見えてくると、で、それまで繋いでたら、うん、みんながもうボールを蹴り始めて、まあ、そういう、まあ、まあ、サッカーの面白さでもあるよね、うん、そこもね、そこ、うん、そうだね、面白さだね、うん、難しさと、まあ、エクトのキーパーもね、前の方が出てきてね、うん、まだ5分残ってんのにっていう、そういうのもあって、まあ、あれが、まあ、人がやってるスポーツっていうのはそういうことなんだね、うん、ただ、まあ、もちろんその医師から見たら耐えれる、うん、耐えてるなっていう、いや、まあ、怪我なく、しかもいいコンディションだということなんで、はい、7月16日はぜひ会津開催ということですね、まあ、このあとドラ君にもここに入ってもらって、今日は医師さんしかいませんから、はい、もうリラックスしてですね、うん、フェルナンド・トーレスの話とか、決まったからね、そう、フェルナンド・トーレスの話とかね、あとイニエスタの話とかね、いろいろとね、していこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。ツイッター、ユナテレで、質問も受け付けていますので、どうぞ、じゃんじゃん、どんな質問でも、一切 NG ありませんので、お寄せいただければと思います。さあ、それでは早速、営業のですね、キム・コンチョンさんにもここで登場していただきましょう。キムさん、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。場所的に大丈夫ですか、ドラさんの場所大丈夫ですか、画面に映ってますか、もうちょいこっち、まあ、切れても大丈夫ですか、ほら声だけで大丈夫です。この人ラジオみたいになるやん、声だけで大丈夫ですよ。大丈夫ですか、なんかあんまりオッケーな表情な、これ俺望まれてない感じですか、うん、出てくんの、まあ、あの技術的にはあ、技術我々もいるかも、よろしくお願いします。お願いします。さあ、7月16日の、会津での年に1回の会津リオンドールスペシャルマッチなんですが、はい、アスルクラロ沼津を迎えてキックオフ午後3時です。
さあ何がありますか、情報は。まず来場者プレゼントですね。はい、来場者プレゼントあるんだ。がございます。はい、マッチデープログラムに商品名が書かれたカードがついていれば大当たりなんですけども、末広酒造、あが末広酒造、はい、株式会社様へ。もう一回いいっすか。長そう。ちょっとぐらい。末広酒造ですよね。はい、そうです。さすがプロだから、まあ、プロだからね、それは。夏の純米吟醸を3名様に、はい、はい、プレゼントいたします。で夏のってつくってことはちょっと味が違うんだね。さっぱりしたやつの、あれだな、喉越しがいいんだろうね、軽いんだろうね。はい、ああ、まあ、で株式会社タローアン様より、お、お菓子の会社ですね。会津のお菓子、はい、はい、会津盆地を5名様に。会津盆地を、はい、あの盆地を全部じゃないですよね。そういうふうなお菓子ってことですよね。そんなバカな勘違いする人いませんよ。いやほら、今結構真面目に話してたからさ、石さんは、うん、あ、落差が俺が出てきて、砕いていかないと。なんで砕いていかないと。いや、真面目な質問だったもんね。だって真面目なんだ。じゃあ真面目な質問だったからじゃん。まあ、これからはもうないから、うん、それは。あ、すみません、何の話ですか。もうやめる。アイズボンチを、アイズボンチ、はい、5名様にプレゼントします。お、はい、それはあれですね、なんかマッチデーに入ってたね。はい、マッチデーに当たりがついているので、はい、ご確認ください、うん、たまにこう確認せずに多分帰っちゃう方がいて、余る時があるので、はい、まあ、僕がも大体持って帰るんで、ドラが喜ぶだけなんで、そうですよ、ぜひそれを、はい、はい、確認していただければと思います、はい、で、はい、来場者の皆様全員に、全員というか先着来場者の皆様、まあ、もう言っちゃっていいでしょう、全プレと、はい、はい、まあ、でも2000名様です。あ、ダメだ、今回会津、ね、5000に入るもんね。会津ご在住の方全員無料なので、はい、お客様は会津若松市、いえ、会津17市町村、おお、はい、全員無料招待になりますんで、2000名を超えるともらえない方もいるかもしれません。はい、ひまわりの種、うん、ちょっとあのピンとこないですけど、えって思ったんですけど、いやいやいや、ひまわりの種、ひまわりの種、それはつまみ、いや違います、あの上の方、上の方だよね、ひまわりプロジェクト様より、あ、はい、はい、あの復興支援の、はい、はい、ひまわりの種を2000名様にプレゼントいただきますんで、ひまわりはね、小3ぐらいの頃かな、植えるのは。そうですね、小2、小1朝顔でしょ、小1朝顔、いや、植えたことないひまわり、夏休み持ち帰ったじゃん、あの鉢を。田舎だけじゃないですか。うっせぇ、都会だからさ、いや、ちゃう、埼玉、いやいやいや、お前失礼だよ、お前埼玉って来るよ、お前知らない俺いや、出ちゃったな、埼玉はい、なんでそれを2000名様に、はいはい、ぜひお家に帰って、はい、植えてみてはいかがでしょうか。あれはだからあのパラボラアンテナと同じ感じですからね、太陽をずっと向いてるっていう。そうですよね、そう、うん、すごいよ。俺も好き好きだな、ひまわり。絶対好きじゃない。ひまわりのようにまっすぐっていうのをこう人生のモットーにしてます。、はい、それはした方がいいと思います。ごめんなさい、ちょっと今再起動しました。今調子悪いんで、ちょっと調子悪いんで集中して。はいはい、そして、はい、で、試合前にですね、リオンドール、はい、福島ユナイテッド FC サッカー教室がございます。はい、はい、なのでぜひ、まだお申し込みは間に合いますので。大丈夫、はい、12時から13時の間に行います。で、ね、参加特典として、はい、受付先着50名様に消しゴムオアシャープペン、お、はい、リオンドール様とユナイテッドがコラボしたやつですね。あ、よかった、この間のなんか余りかなと思っちゃった。違いますよ、そんな余りなんか出すわけないじゃないですか。なんか作りすぎて余っちゃったのかな。余りをコラボに持ってって。あ、そうじゃないよね、そうじゃないよね。はい、はい、なのでぜひ参加してみてください。はい、参加してください。はい、で、ブース情報ですね。はい、はい、今回アイズということで坂べこワークショップ。坂べこ、赤べこあるじゃないですか、あの首こんな揺れるやつ、はい、あれ の, あの桃湯にバージョンとかいろんなものを作れるんで、ぜひ立ち寄ってみてください。坂べこの坂ってどういうこと。サッカーじゃないですか。あ、そういうことね、はい、いや、バンゲますよ、坂べこと思って。あの、なんかあんまり、なんていうの、こう、縁起良くないなと思って。サッカーね、サッカーのサッカーでこない、はい、はい、あとあの大好評のヒュンメルブースもございますんで、また夏の、はい、ね、こ
この間ヒュンメルの日言ってました。あの時暑かったんだっけ。暑かったです、ね、ちょっと商品間違えましたって言ってたんで、今回はあの夏の商品、じゃあ僕もちょっと買おうかなと思ってますね。このシューズ3000円でしたよ。それヒュンメルなんだ。ヒュンメル、ちゃんと買ったんすか。買ってねえな、おい。いただきましたやっぱりやっぱりなんかめっちゃ自分買いましたみたいな感じで喋るじゃないですか。いやいやいや、ものすごく履きやすくて、もう寝る時も履きたいぐらい。脱ぎたくないね。今絶対またもらえるから今度言ってないでしょ。あのいただきました。ありがとうございます、柴さん、ありがとうございます。はい、まあ、ただお安くなってますんで、はい、かなりお得なね、そうなんですよ。ご購入いただければと思います、はい、で新商品がございます、はい、これいいな。これ会津開催記念グッズになります。結構さ、ユナイテッド、そういった意味ではセンスいいよね。かっこいいね。これこれご覧ください。ちょっと遠いかな。会津開催記念戊辰、はい、150周年コラボフリーカップです、ね、そうなんですよ。はい、あの福島維新じゃなくて戊辰ですからね、はいはい、このロゴと、ユナイテッドのエンブレムが描かれた、これ何ですか。ぐい飲みにしてはちょっと量が、まああの素焼き風の陶器ですね。いや一回言ってるでしょ、これ素焼きじゃないよ。え、これこうなってる。そうですね、素焼き風って書いてますから、ね、あ、確かに塗ってますから、これ、はい、ほらね、素焼きはこれ出ないでしょ、これ塗ってんだ、これ釉薬ふーって言ってるこれいいわ。お値段は、はい、お値段いくらですか。はい、1500円になります。いやいや、なんか2000円じゃなくてよかったなもらおうとしてるでしょ、また800円ぐらいだと嬉しかったね。まあ確かにそうです ね、まあね、はい、ただこれ数量限定になりました。何個ですか。100個です。お、100個、はい、売れちゃうね、うん、これはいいわ。これ僕もちょっと欲しい、うん、ちょっと ね、焼酎飲むの時とかいいな、うん、焼酎好きにはぴったりじゃないですか、うん、ビールはね、見えないと分かんないから。確かに、まあ、たまになんか居酒屋とかそういうので出してくるとかありません？イラッとするよね、うん、ちっちゃいしね。そう、ビール何派ですか。大体こう小さい。え、ビール何派。ビール、いや、いろんなお付き合いがあるから全然そういうことじゃないよね。そういうことね。そう、もうビール確かに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 、はい、もう大好きですよ。はい、さあそして残念ながら悲しいお知らせもあるんですか。悲しいお知らせもございます、はい、悲しいお知らせいっちゃいましょう。以前これまだ発表になってないんじゃないですか。発表になりました、うん、まあなってませんけど、もう、はい、受付の方は締め切らせていただいたので、はい、バスツアーですね、以前ご案内させていただいた会津のバスツアー、はい、はい、まあ残念ながら定員に達しませんでしたのではい、君の努力が足りないんじゃないのか。俺いやあれ最初の人数が25人だったんですよ、うん、僕の記憶では、まあ、多分おそらくギリギリだと思います。ギリギリ足りなかったぐらい。23か4みたいな、ね、するぐらいね、うん、はい、うん、すいません、はい、5名しか集まりました。10人いってないっていう10人いってない。まあやっぱりみんなね車で行くんだよね、まあ、会津ですからね、うん、行けますんで。そうなのよ、まあ、終わって観光などもできますし、猪苗代湖とか寄って行きたいのよ、福島の人は。そうだね、うん、あともう全泊とかね。そうそう、うん、どうした、したいの。まあこれからもしあるかもしれないんで、うん、選手が乗ってたり一緒に乗ってたりしたら、試合にメンバー外の選手だとどう行く。いい、じゃあ僕とドラが乗ってたら行く。無理やりや、無理やりや。ごめんなさい、本当ね、あの女の子に無理やり言わせちゃいましたけど、また次回からちょっといろんなアイデアを ね、入れながら、はい、そういう皆さんが気楽に参加できるように、うん、はい、の企画したいと思いますので、はい、今回は残念ながら、残念ながらバスツアーは中止ということで、中止です、はい、はい、あとは以上です。以上ですか。はい、商品はない、はい、特にない。え、ユニフォームは。これユニフォームはまだ売ってます。桃湯煮でやるんでね、はい、うん、ちょっとここにシェア、これ桃湯煮じゃなかったから。ああそうですね、そう切れなかったからね。そうなので久しぶりにまた、3週間ぶりぐらいに桃湯煮で登場となりますので、ぜひですね、ピンクのものか、あとはユナイテッドの赤を身につけて、はい、応援に駆けつけていただければと思います。ちなみに選手としてさ、試合中に応援とかされてるじゃん、うん、あれ聞こえてる。聞こえてる、あ、まあ、試合中まあ聞こえてるかな、うん、したー、
もっと走れーみたいなそういうのは聞かないようにしてるそういうのはなんで今の決めねえんだよプラスの声しか入ってこないようになってる多分石君ナイスプレーそう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 いうお手振っちゃう試合中のお手振っちゃうそういうのね、うん、そういうのを求めてます僕はちなみにドラさんは聞こえてた派ですか聞こえてたのかな遠い昔なんで2年前でしょ2年前2年前でしょねまあ、なんか一回試合中でもシーンとなる時とかあるじゃないですか、うんうん、あるある、まあ、プレー切れた時とかそういう時とかに言われると結構聞こえますね聞こえるよねで会津また近いんであそこ屋根がほとんどないんですよ、うん、なのでもう日陰で見たいという方はかなり早めに来てそうです、ね、メインのところ、確保した方がいいと思いますで確保できない時は日焼け止めをバッチリ塗ってお越しください。あそこすごいよね。すごいじゃん。暑いんですよ。うん。なんだったら日傘なんかも持ってきていただいた方が。これ日傘 OK なの？ダメです。会場に入る前までね。あ、そこまで。あ、はい、まあでも一度あったよね。雷で試合が中断っていうのあったよ、ね。あった。え、会津だっけ？会津で。会津ですよ。体育館に移動しましょうって言ってアナウンスしたもん。あった。あれ去年じゃなかった？いや結構前中断は去年じゃない去年もあ怪しい怪しいってなっててそう怪しいってなってで無線で僕らスタッフ無線でまあいろんなこう情報が入ってくるんですけどいやあの雲はやばいかもしれないみたいなね試合中あって、うん、試合に集中できなかった俺たち集中しろ俺たち、うん、選手はそういうの分かんないですよ、うん、ありましたんで、まあこの時期なんでね会津に限らずなんですが。まあ、ちょっとこう頭の片隅に入れていただければなと思いますはいそれでいいですか OK ですもうじゃあ試合情報終わりですか終わりですじゃあ行っていいんですか行っちゃいましょうそれではちょっと待ってください僕のパソコン調子悪いんでちょっと集中してちょっと待ってくださいねそれでは行きましょう今日も特別企画です何ジャ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 いや出てますから後で配信見てくださいジャ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 って出てますから本当はい出てますよ出てますこれ、うん、出てるんですよ出てんださあということで、うん、今日も寝れない日が続く、石さんに来ていただきましたワールドカップの話をたっぷりしようぜいやワールドカップの話ですよ石さん旬だもんねワールドカップ見てますか見てません全然ハイライトだけねハイライトだけどこが勝ったかとか今、うん、ベスト4どこが残ってるかとか分かりますか分かりますよそれは分かりますよユナテレでもお待ちしてますさあこれ NCV のスタッフさんに作っていただきましたね行きましょう今勝ち上がってるところは石戸さん分かりますかどこかフランスお正解ピンポーンイングランドピンポーンベルギーピンポーン日本だったらいいないや、ベルギー出しちゃったあとはあとなんだっけもう一個クロアチアピンポーンやりましたさあねえこれはでも安心してくださいドラさんが全部見てますから、うん仕事そっちのけで見てます時間だからね、まあね選手はね見れないよね、うん、まあみんな見てるけどねまあ、だって田坂さんだってもうあれだもんミーティング中昨日ワールドカップ見たやつ寝てていいからみたいなあとが誰かに聞けみたいな感じだからね、来ましたで今日の27時からはいフランスとベルギーだっけ今日はフランスとベルギーですこれやばいねもう決勝だねこれねいやもう事実上の決勝っすね3時ってこと3時なの3時だよな3時はちょっとな一眠りしたら6時ぐらいに起きちゃうパターンだよね、うんそして明日のまた3あ明日か明日ですね明日の3時からまたクロアチアとイングランド、うん、で決勝が15日の24時ってことはあじゃあうちのホームゲームは前日なんだそうなんですよちょうどいい時間じゃんそうどういうこと決勝はいつなん日曜日の12時から夜12時から選手はダメですね選手はね見れないけど石戸さんは見れませんやばいじゃんだから、はい、見ちゃう選手次の日試合15時なんで見ちゃう選手いいんじゃないかな見ちゃう順位は絶対見るあそうだし、うん、前ちゃんも見るあとテラテラ見るテラ見るテラ好きだもん岡も見るんじゃないあチャミも見るチャミ見るチャミも好き
石以外全員見るんじゃない見るかな、坂も見ないよ、坂ちゃんちょっと見なそうだな、坂も見ないよ。さ、今回ワールドカップ、まあ、ベスト4まで揃いましたけれども、うん、石どうですか、そのダイジェスト版でしか見てないけど、うん、やっぱ早いね、早い、うん、なんかもう縦に早いっていうか、あ、そういうチームが残ってるなっていう。で今日ね、このエンブレムあるでしょ、うん、これもなんかいろいろ使えるらしい、うんうんうん、これエンブレム後ろやりましょう。エンブレム落とすな、これ応援団土につけたら、これずっと正座2時間ぐらいやってかなきゃいけないやつ。エンブレムは絶対落としちゃダメ。はい、何これ何でも使ってください、好き勝手書いて、いい、早い、今年の早いと、早い、石堂さんの意見書きましょう、早い、早い、はい、もう石堂さんの漢字は書きますよ。石の癖な、石、石、三滴見解そういう風にやんだ。それ石っていつもそんな感じで書いてるんですか。はい、こうなっちゃうんですよね。早い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 ね。これどの辺ですか、速さは。いや、もう攻撃も守備も早い全部、うん、例えばその印象的だったプレーとかあります。印象的だった、だから得点シーンしか見てないから本当にそれは基本的に早いから、うん、だから早いんだろう。試合も早いじゃん、だからそう早いんだろう、うん、まあ日本対ベルギーのね、うん、最後の3点目なんてね、まあ、9秒いくつなんて言われてるけど、あれはもうね、見てたの俺、あれ、あのパブリックビューイング的なところで、もう2対0の時はさ、もうなん、こんなことってあるんだと思ってワクワクしてたけど、2対2に追いつかれ、うん、もう完全に、なんですか、やっぱさっきの話じゃないけど、うん、受け身になっちゃいましたよね、うん、そして最後、ああなってしまったと。まああれ早かったね。そうですね、ちょっと1点目取られるのが早かったです ね、早かったね。もうちょっと耐えてたら、ね、うん、相手も焦ってきてたと思う。あれちょっと早かったね、ちょっとね、そういった意味でも早かった。川島、いや、そんなことないそんなことないですよ、頑張ってたよ川島、すごかったですよ、うん、あれ正直でも飛んでほしくないですね、あの見送らずにさあ、そしてもう一つありますか、流すんかい、はい、じゃあドラさん的な展開も聞きますか。ドラさん的にはね、もうコンチョンが毎回書けないから、カタカナですよ、僕はメールでも。え、漢字わかんない。いや、まあちょっとわかんない。コンチョ、コンチョソ、こんだけ付き合いな、コンチョソみたいな感じだやめろドラさんはどうですか、今年のワールドカップは。特徴は、特徴、はい、やっぱもうなんかあれですね、フィジカルスタンダードになってきたなっていう、いわき FC 的な、はい、やめましょう、やめましょう。フィジカルスタンダードというと、もうやっぱりパワー、スピード、まあ、確かにごついよね。もちろん戦術的な部分も、戦術すごいよね。まあそれで言ったらやっぱりこう速いサッカーですね、今井さんの程度。速いよね、うん、本当にね。昔ってさ、本当にあの80年代なんか言ったらさ、本当古い話で申し訳ないんですけど、コロンビアのね、バルデラマなんてさ、センターサークルから出ないぐらいの、でゆっくり回して、ゆっくり回して、最後ちょっと早いぐらいのさ、あったけど、ヘディングシュートとかもペナルティーエリアのギリギリ、中か外か分かんないところぐらいからの、なんかズバッと決まったりとかね、あったけど、今はないよね。まず立てみる。フィジカル。そういった意味では、注目選手は、ドラさんはもうすごい詳しいですから。注目、はい、いやもう注目っていうか、始まる前から僕はフランスって予想してたんで。あ、優勝予想はフランスですか、あなたは。まあ、アルゼンチンに勝ってほしかったんですけど、やっぱフランスかなとは思ってました。ちょうどフランスの色になった、偶然白もあるトリコロールになったもん、マジから。じゃあ石田さん、全然興味ないと思いますか。いや、俺ロシア推しだったんですよ。もう残念ながら、うん、なんでこれ4チームで話してもらっていいですか。ベルギーかな。ベルギー、やっぱりちょうど赤になりました、うん、赤い赤。ベルギーのね、バチュアイっていう選手がね。バチュアイ、うん、はい、あれ見た、出てないんだけどねいい選手なんだよね、うん、バチュアイ、わあ、はい、バチュアイ、バチュアイ面白いよ。なんかあれじゃない、誰かチームメイトが点決めて、うん、そのボール使ってそう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 、思いっきり蹴って
ポスト当たって自分の顔に当たってる。面白い。急に好き。最高。最高。急に好き。ちょっと見てみて、この。急に好き。3戦目出たのかな、予選の3戦目で初めて出て、あ、9人ぐらいね、あの選手変えた時だ、そう、あ、ルカクが怪我した時だな、足首、その時に出てきたんだよ、おいい選手だなと思って5本ぐらいチャンスあったの、もうキーパーと1対1的な、1本しか入れなかったね。そこでもう好きになっちゃった。全部ポストに蹴られたりで、これでしょ。いや、そうなんですよ、スバッペ、いや、まあそこに注目いくと思うんすよ。いや、行くよね、まあ、ルカ・グンバッペになっちゃうよね。ただあの後ろの守備の硬さ、センターバックとあと守備的にカンテっていう選手がいるんですけど、カンテね、カンテ、この3つがやっぱすごくいいですね。簡単なんだね、コンチュ、今調べてカンテどこ行ったん。簡単だね。いや、簡単ですよ、うん、もう覚えたでしょ。覚える、うん、あ、簡単なんだ、キム・ゴンチョ。そうですよ、青、うん、ブルー、覚えたじゃん。おい、簡単なんだね。え、何でしたっけ。何でしたっけ。カンテね、はい、あと2センターバックですね。ああ、2センターバック、バルサとレアルの2人なんですけど、はい、あなた本当に詳しいね。いや、詳しい。あなた本当に見てるね。ワールドカップは本当に面白いですよ。普段全然見ないですけど、はい、じゃあどう、実際今日のは。今日のは、いや、本当に難しいですね、今日の試合は。ベルギーじゃない、勢い的にはなんとなくね、うん、日本負けたからさ、ちょっとそこをちょっとベルギーに勝ってもらいたいっていうのない。そうだよね、うん、そうですね。でもあなたはフランスを。フランスはさ、もうカントナいないからさ、やっぱり古っ。やっぱあのカントナのね、万有時代のね、なんていうの、分かる、聞きたいと思うよ。逆に切り替えて、ほぼおらんわ、逆にこう蹴りを入れるっていう、すごいっすよね。それでも試合に出れたんだから、今だったらもう無理だよね、カントナさ、いないんだもん。ああいうなんかキャラの強いのはあんまりいないっすね。もういないよね、スアレスとかになっちゃうのかな。確かに、もうそのスアレスでさえちょっとね、もういなくなっちゃったからね、ちょっとこれも楽しみですね。で、だからその決勝前、ユナイテッドのホーム前はあれもありますよ、クロアチアとイングランド。そうですね、この辺どうですか、イングランド。イングランドはまあ、今回はちょっと難しいんじゃないですか。あら、やっぱガスコインがいないから。分かる、ガスコインがね、ガスコインがいたら俺勝ってたと思うよ。勝ってたね、リネカーとか。そう、やっぱね、ガスコインのチームでしょ、イングランドって。確かに、ガスコインめちゃくちゃうまかったな。そう、ラツィオにいたんだよね。ラツィオいて、またまあプレミア戻ったんだったな、多分。ああ、いや、どうですか、この注目選手的には。ドラさん、イングランドはやっぱケインとかになってくるんじゃないですか。イングランドケインですか。はい、まあ、でもケインもあんだけなんか貫禄出してますけど、はい、23、4ぐらいなんですよね。へー、若い。そうですね、イングランド多分平均年齢も20、いや、かなり若いんだよね。3、4とか5ぐらいなんですよ。まあ4年後かなっていう感じじゃないですか。4年後ね。ウクライナは、ウクライナ、ウクライナじゃん。クロアチアね。クロアチア、イブラヒモビッチ。クロアチアって誰がいる。モドリッチ。ああ。モドリッチもいるしね。レッドスターベオグラド。クロアチアはやっぱセルビア。そう、セルビアか。そうですね。あ、ボバンとかじゃないですか。ボバンね。ボバン、もうエーシミラの10番。ボバンね。ボバンね。ボバンいないんだ今。あれ。シューケル。シューケル。いたね。いたっしょ。いた。だってワールドカップで日本とやった時いいじゃないですか。うん、シューケルいた。そう、いや、こんなにでも集まっていただいて皆さんが静かになるね。ほかーん、昔のサッカーの話を絶対分かんないと思う。昔のサッカーの話しちゃうとね、今のんピコーンになりましたよ。どっからなんかそんなクイズ番組とかやってないですよ。多分俺のあれかな。それでしょ、それ。すいません、ピコーンになったよ。まあでもちょっと楽しみですよ。あとだから3試合で終わりなの、ワールドカップ。うん、神、あ、もう4年ですよ。ワールドカップロスになるから、もうだから翌日は福島ユナイテッドありますから。
ぜひ来てください。埋めれるのかっていう。いや、あのね、僕のちょっと持論言っていいですか、うん、そこにサッカーがある幸せなんですよ。なんだ、あの、うん、何でもいいんです、カテゴリーなんて。サッカーは、うん、例えば小学校のサッカーでもいいし、フットサルでもいいし、ビーチサッカーでもいい。もう何でも面白い。サッカー見れればいいんだ。そう、もう最近では女子サッカーも見れるようになってる。もうだからね、まあ、ワールドカップは特別。いや、まあ特別ですね。あれは特別で、普段からこうサッカー見てて、だからより、ワールドカップが楽しくなるから、今年のワールドカップもめちゃめちゃ面白い。まあ、最近はね、ちょっと日本負けてからはちょっと俺もダイジェストになっちゃったけど、うん、楽しいわ。ワールドカップはちょっとなんか違いますね。全然違うね。なんかもう体の投げ出し方とか、うん、もうあの VAR 真似しちゃってるもん、最近。最近なんか友達と話してて、なんていうの、変なこと言ったら、ちょっと今 VAR とか確認する。ちょっとあれね、流行ると思うよ。流行んないよ、多分。流行んない。多分流行んないと思う。 J リーグでもこの間なんかキーパーがやってたなんてね、話題になりましたよね、VAR。まあ、ダゾーンがさ、入ってるわけだから、うん、J1 は今後、VAR はあるだろうね。ちょっと J3 は無理ですよ。まだ無理ですね。うん、あのカメラがあるって言っても角度もあるし、サッカーボールがあのゴールラインを割ったっていうのもあれ難しいじゃん。上からも取らなきゃいけないから、J3 は当分無理です。はい。これだけは言っておきましょう。でもゴールラインテクノロジーみたいなのができるんじゃないですか。あれもうボールにチップが入ってるんで。あれチップ入ってんの？はい。あ、それでカメラ。はい。いけます。トースターでいけます。トースターはちょっと厳しいかな。あと8年ぐらいそうです、ね、はい。VAR は J リーグもう来年ぐらいから出るだろうね。バニッシングスプレーみたいな、あんな簡単なんだったらね、 J3 でもすぐ入ってくるけどさ、これはちょっとサッカーがかなり変わった。 VAR ありだと思う。俺はなし派なんだよ。いや俺もなし派なんですよ。あ、そう。ありいらない。いらない。それどんなところから。なんですかね、なんかまあ、中盤含めてサッカーだよね。そう。あ、間違いもね。間違いだって審判って一緒だもん。まあ、この間切れちゃったけどね。PK で。めっちゃダゾーンに声入ってたんですよ。でもそれもさ、それもだってサッカーじゃん。だから、まあサッカーだね、審判とのやり取りっていうかさ。もう帳尻合わせてきた、うん、PK だって、ね、もしあったらあれだよ。ノーファールで、あれ多分。ノーファール。あれノーファールだよ、多分。でも、なっちゃうじゃん。その前のあの坂さんのやつは、多分 PK だったと思うんで。まあまあいろいろある。まあでも確かにそうだよね。そのなんだよみたいなのがそうなんですよ。サッカーだよね。だからネイマールがなんかすごい悪いプレイヤーみたいな感じで報道されてるけど、やっぱあれが南米じゃない。うん、まあそうですね。あのうまさっていうか、この感じじゃねえか。ねえ、そのうまいっていう、それが悪になるのは確かにな。そうだよ。だからマラドーナとかね、手で決めるんですよね。ずっとね、残ってるわけだからね。あ、反対派ですか。ドラさんもじゃあ反対派ですか。なくてもいいんじゃないかなっていう。なくても面白いんじゃないかなっていう、うん、たまにあのリプレイなんかをスタジアムでこう出す時が、まあ、うちはそんなに出さないんだけど、出すところもあるでしょ、あのビジョンで。まあ、あれはいいところは出すけど、うん、微妙なところはやっぱ出さないもんね。あ、やっぱ出さないですね。出さない。だってそれはさあったもんね、なんかそんなの。そう、ざわざわしちゃうもん、ね、あのあ見てね。そう、今の違うじゃねえかよみたいな。まだちょっと、いや出せよって思ってた派なんで。見たいからね。見たいからそう、あれはあのわざと出さないようにしてますよ、うん、でも今後 VAR だったらもう完全に出るわけじゃん。そうですね、あのシステムというか。いやだからね、どうなの。よりクリーンなサッカーにはなったよね、そして今回ね。まあ確かに。PK 多いじゃん、だから。あ、うん、このうち PK、あれ？あ、うちはなかったね。うちはなかったね。全部竹が似てんの。うんうん、そっか、PK が多いのはちょっと面白くないね。そうですね、うん。あそこの駆け引きも面白いわけじゃん、やっぱ。うん、ペナルティエリアの中の、うん。やっぱギリギリでいくっていうのがね。いけなくなっちゃうよね。ディフェンスもいけなくなる、うん、じゃあ、まあ我々の中では、これもう言い切っちゃっていいですか、これ。いらないと。VAR 反対と、うん、反対強く。
何でしたっけ、この略は。ビジョンアシスタントレフリーでしたっけ。うん、ね、あ、みんな分かってない。なんか面白いこと思いつくかなと思ったら V やったわ。いや、 V から始まるから日本語あんまり V ないからね。そっか。いやでもどうなるか分かんないけど、ただこれだけサッカー、僕らが子供の頃ってサッカーがそんなに放送されるっていうことがなくて、うん、ワールドカップだけで、それも限られた試合で、でビデオを撮って何度も何度もそれを見て、うん、で、あ、こんな世界にはこんなトッププレイヤーがいるんだってなったけど、今はね、すぐ見える、全試合放送になるし、借りてたもんね、よくね。そう、貸し借りしてたよね。ビデオも借りてた。なんか、ああ、あったあった、プレー集みたいな。そうそう、あった。そうワールドカップ後に、まあ今でも出てんだけど、うん、それが貴重だったよね、またね、うん、で、その年に活躍した選手がその VHS の表紙になってるわけですよ、うんうんうん、あったあった。して、あとボールとかもね、なんかワールドカップでなんか使ったボールっていうのもなんかこう憧れがあってね、金持ちのやつはこう買ってもらえるわけですよ。そうちょっとあのサインボール今回のちょっとドラさん取ってもらっていいですか。ボールはどうですか。年々変わってきてるでしょ、うん、さらに決勝トーナメントになってこう変わったでしょ、また、ね、え、決勝トーナメントになって変わった、あの、赤になった。で、またちょっと変わったらしいよ、ね、なんか実はボールキーパー長瀬みたいな。そうあれプレイヤー的にはどうなの、 このボールで今使ってるでしょ、うん、別になんかでもなんか好きなボールとかやっぱあるよね。ある。だから軽いボールとかね、なんか異様にでかく感じるボールとかある。へぇ、 JFL の時だっけ。そう超でけえっつってみんなで、ボールアンブロか。そう、アンブロ。そう黒と白の JFL の時は。そうサプライヤーがアンブロだからね。あれでかかった。あれは嫌だったね。でかく感じて、でもサイズは変わんないわけでしょ。変わんないですけど、なん布の感じとか多分で、地域レベルの時のボールだったらドラは無双してたよ。俺あのボール大好きだったんですよ。あれ何、昔何その時のモルテンかな、うん、あ、ちょっと金が入ってるやつでしょ。はい、あったね、白と黒と金。あの時のドラのキックっちゃ半端なかったよ。あんまパワーないんで結構軽かったんですよ。あ、軽くてなんかちっちゃめっていうか、なんで、うん、すごい好きだったんですけど。だから来年は、だからひょっとしたらまたそのボールがこうブラッシュアップして出てくるって。今回の、うん、じゃあ今年のこう結構軽いの、うん、まあこれはあのレプリカですけどね。軽くはないんじゃない。軽くはない。もうそう、うん、そのブレ玉的ななんかそういうの蹴りやすいとか、なんかそのフリーキックがどうなんだろうね。なんあ、蹴ってないからね、うん、練習してる練習では決めたよ、この間蹴らしてくるアピールはしてんだけどね、自ら蹴りって。あ、そう、うん、ボールもね、変わってくる。そして今のボールってこう、貼り合わせのやつが高いんだってね。昔はさ、今っていくらぐらいするの、これボール縫ってたじゃん、ほら、これレプリカだから、うん、これ分かりますかね。分かるかな、これはレプリカだから、これ縫ってんですよ、ここ。昔はね、この1枚1枚縫ってるのが高かったんだけど、うん、いつの間にか、多分この10年ぐらいなんだろうね、貼り合わせてる方がいいボールなんだ。8000円ぐらいするんじゃないの、今、ひょっとして。でも昔とあんま変わんないかもね。そんぐらいして気がする、高いやつ。6000円ぐらいだよ。安くない、ボール。へー。いや、昔ちょっと今調べますわ。すっごいもう喫茶店で喋ってるみたいになってるふと思ったよ。あ、試合級はすごいよ。何、いくら。え、ちょっと聞いてます。じゃあ当てるわ。一応視聴者いるからね。いや気になるでしょ、皆さんも。テルスターっていうのって、テルスター。テルスター、書いてある。あ、書いてある、うん、これすごい、本当かな、これテルスター公式試合級、うん、行きますよ、うん、18,360円。マジ？もう俺1万ちょいかなと思ってた。18,000で2万じゃん。え、持ってる。え、それなの？それいくら？決勝トーナメント。そう決勝トーナメント。本物これ。偽物とかあるの？いや、本物じゃん。4号球？これいくら？ちょっと待って、4号球で6,264円。こんな、この縫い目だっけ？それぐらい？こんなんすんの？ちょっといい、借りて。こっちの方がいいやつなんじゃないの？だから、いや全然、だからこれはだってレプリカだから、これはもうレプリカ、これ蹴らない。
ちゃんと名前書いてねあれうちのじいちゃんはここにあの買った日の、ね、日付をねあの昭和何年何月何日って書いてもうなんで書くのかなとか思ってねすぐそれやるね何でもどれぐらい弾ませないと気が済まないこれどうですかちょっと変わんないでしょちょっとじゃあリフティングとかちょっと見せてください4号号でどうですかちょっとやりやすいですかこれ失敗したじゃないちょっと高いからね急に高いからね買ったばっかりだからねしかもこれ全然傷ついてない蹴りやすいかも蹴りやすいかも蹴りやすいうんあかっこいいなこれありがとうもう売ってんだねありがとうね確かに赤いの初めてじゃああれが決勝トーナメントですか、うん、試合級そんなんすんのしますよちょっと待ってください1万8000これそれも買いだったこれすえ高いだ2000円すんのこれえもっと安いのもうちょっとしますよもうちょっとすんのこれ乗ってねえんだこれ多分正規のはそれ値段じゃないですね あそうはいいやちょっとサッカーボール高いんだね高いんです今大変だ親はでもユニフォームの方が高いですよユニフォーム確かにねユニフォームって高くない、ね、だってうちのユニフォームですら1万円そう昔もうちょっと安かったよねいや安かったよく買ってたもん、うん、で今年のワールドカップの中で一番ユニフォーム好きだったのどこですかちなみにああどこやったっけなフランスかもああナイキねいやナイジェリアじゃないあれナイジェリアちょっと話題デザインがなんか奇抜すぎて、ね、行き過ぎたでしょあれどこだいや昔のベルギーとかかっこよかったでしょかっこよかった、ね、かっこよかった昔の、 あのそのボバンの時代の、うんクロアチアのユニオンめっちゃかっこいい。めちゃめちゃかっこいい。クロアチアっていうのはね、歴代やっぱかっこいいんだよ。かっこいいっすよね。うん、今回はなんかシンプルだよね。シンプルですね。そうなの。ユニフォームで見るとこのベスト4に残ってるところをですね。ユニフォーム的に見ると確かにフランスが一番かっこいい。そう。なんかシンプルで。でこうちょっとそうボタンなんだよね。そうそうそう。あれってアンブローで昔イングランドの時にやってたようなありましたユニフォームはもうダントツフランスでしょこの中で言うと確かに、うん、ただあのウルグアイのパツパツ具合も結構好きでしょあれねどうなの選手的にパツパツっていうのはどうなんだろうねもうカシージャスなんてもう乳首のね血がさ、まあ、好きな人は好きなんじゃない締め付けられるのが好きな人はあ俺はあんま好きじゃないカバーニなあカバーニカバーニカシージャスって言うから俺カシージャスごめんなさい名前間違ってたいやすごいじゃないすごいす、ね、ピッチピチになってるじゃん今でも海外じゃなんかそういうのあんま気にしないですよねまあねむしろ逆になんかセクシーみたいな、うん、日本はねちょっと気になっちゃうけどねへ、うん、知らんかったなあとかっこいいユニフォーム、まあ、メキシコは好きなのよもうなんか毎年好きなの、うん、あの緑がいいんだよねなんかブラジルはねなんか結構選手がダボっと履かないですか？ああそうね。うん、でアルゼンチンブラジルはもう変わんないじゃないもう毎年、うん。だからサプライヤーも大変だと思うよユニフォーム売るの。もう変わんないんだもん。あ確かにね。細かいところは変わってるけどさ、うん、日本は変えてるじゃん。うん、やっぱりみんなに買ってもらいたいからね。うん、でも変わんじゃない？ちょっと変われば。確かに。いや結構ねアルゼンチンブラジルはねそんな変わんないのよ。ポルトガルもかっこよかったな、うん、ただ俺今回思ったんですちょっと幸せの話をしていいですか、うん、ちょっと長くなりますそれすぐ言います、うん、なぜ南米の方々があのスタジアムを埋めてるのかって話ですよ何えいやそれはね、うん、こんな先進国だなんて言ってる我々らですよ全然行けないわけですよ、うん、でも彼らはもう1ヶ月休みを取ってそのためにこう行けるわけじゃない、うんこれ働き方改革しましょう J3 も休みましょうワールドカップ期間中はみんなで行きましょうスタジアムやっぱ俺それでなんかやっぱワールドカップとか観客移すじゃないですか、うん、結構でなんか子供たちが点決められて泣いてる姿とか、うん、そういうの見るとやっぱなんかサッカーが文化として根付いてるなっていう、ね、うわまあもちろんテレビでね見て日本のサポーターの皆さんもそうかもしれないんだけど、うん、やっぱ現地に行ける環境をそうです、ね、これ日本フットボール界として、うん、これはぜひ作ってもらいたいなっていうね生で見るとってやっぱ全然違うじゃんサッカーって、うん、違いますね久しぶりにこの間長野で見ました僕は生でサッカー
あ、俺らの試合か。面白かった。面白い。仕事だからいつもホームゲームは。でフラットなところでいっぱいベンチの後ろとかだから見れないから。確かにね。でダゾーンも画面で見てる。画面とあとこうなんか目視でやるんだけど、やっぱり生面白いね。また長野はあのスタジアムもいいんで。いいね。ねえ。いやぜひまだあの行かれたことのないっていう方はですね、ぜひ見ていただいて、そして、なんと、まあ、必ずここに帰ってくるんですが、7月16日はもうワールドカップ終わって寝てください。3時に終わるでしょ。でちょっと興奮するから、4時、もう明るいですよ外は。でカーテン思いっきり閉めて、遮光だったらいいけど遮光じゃないカーテンは、いやもう早すぎて早いけ、明るくなっちゃうけど、まあ、それで、まあ、寝ます。で6時間ぐらい取ってください睡眠を。そうすると5、6、7、8、9、10、おぴったりです。11、7時間寝れる。いや12までいけんじゃない。12だと起きてから1時間欲しいから、うん、あそうか、朝ごはん食べて準備した、うん、だって朝ごはんなんてスタジアムで食べればいいじゃん。そうしますか。うん、そうしよう。いや朝ごはんはお家で食べよう。朝ごはんどっち。昼ごはん。じゃあ朝ごはんはお家でってことでいいですか。朝ごはん出店してくれるのに、軽くね、パン1枚とか。そうだよ、あのだから朝ごはんは軽く軽く入って、あの串揚げも出るんでしょ。串揚げ出ます。そういう情報言ってくださいよ。確かに会津会津名物出ますか。出ますか。はい、だから11時ぐらいに出て、で1時買い物ですもんね。そうですね、ぴったりです。そしてまたサッカー見て、そこにサッカーがありますから、まあ、あのワールドカップの素晴らしいプレーはそこまではちょっと期待しないでいただいて、期待してください。ただ魂はこっちこもってますからね。そうですね。最近一種言わなくなったもんね。何下向くなみたいな。あんま出てないからね。いやいやいや、出た時はでも言う、でも負けてないじゃん、うん、負けてる時じゃん、そういうのを言うの。普通に下向いてないから。あと向いてないんだよだからみんな前向いてるから昔はさ、やっぱりこうちょっと入れられてへこむっていうのが多かったんじゃないか、うんうん、もう全然言ってないもんね。うん、いいんだよね、選手はね、うん、もう声、あの匠みたいに声出すみたいなさ、うん、シーンもそんなにないじゃん。ベンチからは喋ってるけどね。あ、結構、うん、いや失点した時とかは。いいチームに本当になってきたね、うちもね。なのであの選手も多分あの朝のダイジェストとかでいろんないいプレー、この間樋口言ってました、ナイスゴールの時は。ワールドカップ見てて、うん、ちょっと真似して打ってみたら入ったっていうことがあるんで、あのゴラッソが合図だとこれは出る可能性かなり高いんで、高い、ね、やっぱりイメージって大切なんだね、うん、そういうのね、ありますんで、ぜひですね合図に、ホームゲーム観戦に来ていただければと思います。注目選手はもちろん石戸和人選手なんですが、一時的に見てこいつそろそろちょっとまた行きそうじゃないっていう、誰だろうな。翔平の最近ベンチに入ってる。そうなんだよね、うん、そろそろ期待してもいいかなっていう、うん、誰だろうな。もちろんだってあれも競争に勝って、あ翔平も行ってるんでしょ。やっぱあれだね。あ、そうそうそう、うん、まあそりゃそうだよ、ね、監督が使いたいから行けると思うんで、うん、コータかな。コータ、あ点決めてないからまだ今年。そうね、うん、それこそこの間の樋口のシュートがコータかと思った、うん、コータのシュート似てない、あの位置から、あ、ね、あの位置からのシュートって北九州戦だっけ去年の。そう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 、似てたかな。 あれと思ったら樋口が喜んでるから、あ樋口のゴールなんだと思って、ちょっとあのメガネの度数が合ってなかったっていうのね、そこで感じましたコータが。コータどう、キレッキレ今。うん、キレ、うん、まあ常にキレてんじゃないコータは。ただほら競争激しいから、そうそう、必ず出るっていうのが、ね、そこなんだよね。もしかしたら俺が出てるかもしれない。あるよ、ね、あるよ、左足のこぼれ、ね、決めたいね。右足が使えないっていう石戸さん。使ってるよね蹴らないだけで、あ、うん、俺2人とも左利きですね、そういえば。意外と右使えるんですよね。まあね、使えるけど左が際立っていいんじゃない、もしかしたら。そういうことにしとこう。使わないから蹴れない。そうそう、左利きの選手ってさ、左足しか使わないっていうイメージがあるの。うん、使わないっすね。だ 珍しいからそう見えちゃうんじゃない。多分右利きの選手だって左足使ってるのをじっと見てたら、多分上手じゃん右利きの選手って。なんか左足もいや使ってないよ多分。あ、そう、うん、そう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 、そういう風に見たら、
あ、そういうことか。多分ね、分かんないけど。いや、堀田なんかもね、左利きでしょ、堀田も左、右利きでしょ。これ、いや、これが右蹴ったらやっぱりあのラインが落ちた。まあ、安牌にはなるよね、うん、右で蹴るときは。いや、ちょっと見たいんで、久しぶりに。よろしくお願いします。はい、頑張ります。ということで、我々のワールドカップをグダグダ語るコーナーにお付き合いいただきましてありがとうございます。優勝予想はドラさんがフランス、石尾さんがベルギーと。今日、今日の山じゃん。もう今日、決勝や。今日の山だ、うん、これで。そして J3 の優勝は、もちろんね、皆さんも期待してもらっている通り、はい、鹿島ユナイテッドがこれいきますよ今年は。ね、行きたいなと。はい、でもっともっとこう選手はね、さっき、放送前に話したんですけど、もっともっと選手がいろんなところに出るべきだと。うん、まあまあそうですね、まあ、難しい、出るべきというか、うん、やっぱりね、サポーターの皆さん、サポーターの方たちも増やしたいですし、うん、まあ、見に来てくれてる人を単純に増やしたいっていうのと、やっぱり福島県自体をね、もっともっと盛り上げるためには、やっぱりこの一体感っていうのが必要だと思うので、うん、まあ、そのなんて言うんだろうな、そのきっかけになれればいいなと思って僕たちもプレーしてる部分はあるんで、まあ、そういう中でやっぱり昔はやっぱり試合前に駅前でビラ配るとか毎週のようにしてた時期もありましたし、うん、まあ、そういうのをもう少し増やしてもいいかなっていうのは最近ちょっと思ってるんで、はい、まあ、そ、まあ、やっぱりチームとの兼ね合いもあるんで、そこは難しい部分もあったりはすると思うんですけど、まあ、選手の中でちょっと話して選手会でそういうのを増やしていければなと思いますんで。今年もし選手会の会長って誰？カモさんでしょう。あ、カモちゃんか。素晴らしいよ。カモちゃんだね。去年までナイトだったからね。あ、まあ、ナイトが悪いってわけじゃなくて、カモさんが素晴らしい。カモ、うん、ちゃんですよ。ぜひね、そういったところでもあのお祭りもやりますし、よろしくお願いします。では、次回のユナテレなんですが、8月お休みの期間中にどこかでできればなと思っております。詳しくはホームページ。あとは NCV のツイッターなどですね、チェックしていただければと思います。今日もあの、まあ、質問っていう感じではなかったんですが、ツイッターでいろいろつぶやいていただきましてありがとうございます。このあとこの生配信の模様は NCV の、このつながリンクのところですね、そこにアップされますので、ぜひまたご覧いただければと思います。夜寝る前に石堂さんのトークを聞いて熟睡していただければなと思います。いや、俺はえ、あ、ドラさんもですね。まあ、あと勝手に編集していただいて構いませんので、はい、カットするんこれ。よろしくお願いします。俺んとも丸々カットとかありえるこれ。そうすると面白かったから大丈夫です。そうすると石堂さんが15分ぐらいしか喋ってないかもしれませんが、うん、身近になるな。はい、またですね、急遽、あ、やばい、チームが休みだって時は石堂さんにまた登場していただければ。いつでも呼んでいただければ。今日は本当はオフだったんですよ、あのチームは。それをですね、急遽来ていただきました。石尾さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、7月16日、はい、午後3時キックオフです。勝ち点3に向けて頑張りましょう。頑張りましょう。ユナテレ10回目ご覧いただきました。皆さん、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございます。